申し訳ございませんでした。はい。ふりひめが始まるよ。最後まで見てね。皆さん、ごきげんよう。今日は、今日は申し訳ございませんでした。はい。タイトルね、サムネにある通り、パパの謝罪動画です。ごめんなさい。姫ちゃんとおくんのね、このお話全く聞いたことがありません。パパから二人には何も言っておりません。今日パパが話す動画？はい、こういう動画撮るのね、珍しいと思いますが、お話しさせてください。申し訳ございませんでした。何が？あれ待って、ごめんなさい。やっちゃったのよ。何を？何が？こっちになること。え？マジで？え？季節変わる？ちょっと聞いてもらっていい？いい？うん、これはね、いつの話かというと、昭和のお話です。昭和かーい、はい、パパが昭和かーい。令和じゃないの？違います。平成でもない。違います。昭和のお話です。昭和かーい。パパが4歳ぐらいの時に、4歳の時のお話です。昭和の2人ともね、初めて聞くと思いますが、皆さんも聞いてもらえればと思います。パパのちっちゃい時のお話なんだけど、うん、ポテトチップスね、大好きなの。大好きだったの、ちっちゃい頃から知ってる、ね、でその時にね、あの野球チップスって言ってね、こんなちっちゃい、うん、あの野球選手のカードが貼り付けたポテトチップスがあったの、うん、30円で、パパのおばあちゃんね、姫ちゃんと、もう亡くなっているけど、姫ちゃんとおうくんのひいおばあちゃんから30円もらって、その時30円だったの、野球チップスが。今はね、いくらか分かんないけど、安っ。それでもらって、うん、お小遣いもらって、うん、駄菓子屋に、昔はね、よく駄菓子屋ってあったの、うん、でしかも昔の駄菓子屋ってね、なんかこう民家に隣接っていうか、もう一体型、一部が駄菓子屋みたいになってんの。うん、だから家の中からこう出てくるようなシステム。なるほど。お店の、おばあちゃんが、うん、で30円持って野球チップス買うぞと、うん、ね、ルンルンで行くじゃん。美味しいの？美味しい。食べたい。それでこんにちはってガラガラって行くと、うん、いないんだよね。昔のあの駄菓子屋とかって、おばあちゃんがもう奥でテレビ見てたりしてたの。ああ、いらっしゃいみたいな感じで顔だけこうやって出すようなシステムだったの、うん、で買い物して、でおばあちゃんにお金を渡して、これ買うって言って、これって渡してたの、うん、ね。でその時ガラガラって言って、こんにちはって言うと、うん、返事がないのよ。いつものこうやって顔出してきたりさ、うん、あーいらっしゃいとか奥から出てきたりするんだよね、うん、いないなと思って、あ、じゃあ奥でトイレとか行ってんのかなと。おで、こんにちはこんにちはって大きな声で言うじゃん、うん、いないんだよね。えその、駄菓子屋とお家がつながっているギリギリのところ、お店と住居部分のギリギリのところ、住んでいるところのギリギリところまで行って、こんにちはこんにちはって言っても、シーンとしてんの。え、お店開いてんの。やばくない？ええ、いないいない、おばあちゃんいないと。駄菓子屋のおばあちゃんいないと。なんで？で、野球チップスみたいあるんだよね。うわ、野球チップス、これ30円持って、これでおばあちゃんに渡せばこの野球チップス食べられるのにと思って、うん、ね、置けばいいじゃん。5分ぐらい待ったのよ。シーンとしたままで、こんにちはこんにちはってさらにずっと言っても、留守いないの。いや、相手留守の場合は閉めてたりするの。わあ、なんでなんで、意味が分かんねえと思って、もしかしておばあちゃん倒れてる。それでずっとこんにちはこんにちは、10分経ってもシーンとしたままで、もう早く野球チップス食べたいのに、もう早く、もうお腹もペコペコで、野球チップス早く食べたいっていう、もう30円握りしめたまま、うん、あの10円玉って握りしめたら手が臭くなりやすいじゃん、うん、もうその状態。こんにちはこんにちはって、もうちょっと半泣きなんだよね、うん、その時点でパパちっちゃい頃の4歳ぐらいの時で、15分ぐらい待っても出てこないんだよね、うん、もうこれダメだと思って、うん、けどあのお金を払うシステムが、おばあちゃんに手渡ししてで買うって思ってたの。お金を置いて、ね、30円置いて、でお菓子そのまま持って行ったらよかったんだけど、うん、それ置くっていうこと頭になかったの、うん、おばあちゃんに
直接大丈夫か手渡しすると思ってたの。そうしなきゃいけないって思ってたの。あ、そう、ちっちゃい時はね。そう、そういうシステムだと思ってたから、うん、お金3000円持ったままチップチップス持ってずっと15分ぐらい、うわー食べたいなと思って、うん、もうどうしようもないじゃん、半泣きなんだよ、パパも。もうそのまま、もうお店出ちゃったのよ出てしまったの。この時点で万引きです、はい。けど、お店出て、ガラガラって出て、ガラガラって閉めてって思って、うん、5歩、10歩ぐらい歩いて、また振り返って、いや、いないしな、これ、これおばあちゃん渡さないとで、またしばらく歩いて、もう駄菓子が遠くになったんだよねポテチに見ながら、もういないしと思って、うん、もう帰って食べました。はい、アウトです。申し訳ございませんでした。でその後ね、大きくなってね、もうずっとそのことが、うん、ダメなことっていうのは分かってたの。とにかく30円おばあちゃんに手渡ししなきゃと、うん、渡せなかったし、そのね、数日後またお菓子買いに行ったおばあちゃんいたのよ。え、うん、普通に。ただこの前野球チップスそのまま持って帰っちゃったから30円っていう頭もなかったの。それを言えばよかったのに、うんそのことすら言えなかった。4歳だからね、うん、頭悪い、悪いことしちゃった、悪いことしちゃったと、うん、でその時買い物する時は、例えばポテチ買って、うん、野球チップス買って30円おばあちゃんに渡して、うん、はい、さよならって言って帰ったの。けどその時の30円払ってないのがあるじゃん、うん、それがもう大きくなって今でも覚えてるのよ、うん、それで小学校入って、そういえばあの時こういうことずっともう悪いことしたなって罪悪感がずっとあったわけ、うん、で小学校入って、いやあれお金そのまま置いて帰ればよかったなと、うん、あ、気がついたんだ、うん、というのがたまにおばあちゃんが奥の方に、家の方にいて、うん、おばあちゃんこれって言って見せるじゃん。じゃあ30円って言って、そこ置いといてって、じゃあここ置いとくねって言って、じゃあこれねって、じゃあって言って、そういう買い方もしたことあったんで、その後にだから30円置いとけばよかったと思ったんだけど、うん、うわーってもうずっと罪悪感だよ。そうこうしてて小学校高学年になったね、大きくなったんでね、うん、もうずっと悪いことしたなと思ってて、うん、で、買う時にこれって言って代金払うでしょうかし、うん、で、おばあちゃんがレジの方でなんかこうやってんじゃん。その時に200円をおばあちゃんの分かるようなところにスッと置いて帰ってきたの。結局は多めに払ったんだけど、うん、おばあちゃん、あ、置き忘れかなと思ってほしくて、うん、それで200円置いて帰ってきたっていうね、お話です。うん、あの時ごめんおばあちゃんで、だから多めに払うわとかそういうこともちょっと恥ずかしくて言えなかったのよ、うん、こんなことしちゃったって、うん、どうも申し訳ございませんでした。え、そのおばあちゃん今、うん、あ、もう亡くなってると思うね。いない、亡くなっちゃった余裕で110歳超えてると思うすごい、めっちゃ長い。もし、いやいや、もし生きてたら話だからね、うん、だからもうね、いないと思います、はあ、そういうお話です。で、その後ね、もう中学生とかになっても普通にねお菓子とか買ってたからね、うん、そうそうそう、そこのお店で、ん、だから、ま、ずっとそこのお店通ってたんだ。うん、結構買ってた。へー、うん、だから普通に万引きはしたんだけど、うん、お店自体は結局損はしてないはず、パパに対して、うん、そうそうそう、代金以外にプラス170円置いていったからね、うん、200円置いていったからね、うん、損はしてないはず、うん、というお話です。だからパパね、万引きしたことあるのよ。初めて聞いた。やっちゃったのよ、マジで。あ、じゃあ懲役、そう、1週間けどなんかね、調べたら時効は7年って書いてました、万引きの。7年です。バイバイ。4歳、けど子供だったら分かんないけど、結局子供でも悪いことは悪いことだからダメなんだけど、うん、万引きって絶対ね、うん、そう、4歳の時にね万引きしてしまったっていう動画です、うん、どうも申し訳ございませんでした。あ、そういう謝罪動画だった。はい、何やってんの。パパが万引きして捕まったと思ったんじゃない、みんな今この年になってするわけないからね。むしろさ、パパよくあるのがさ、うん、コンビニ行くじゃん、うん、お金払うじゃん、うん、商品受け取らずにそのまま買えること、今まで20回以上ある。で、店員さんに、あ、商品お忘れですって言って。そんな人いるの、うん、お金で払って安心しちゃうんだよ。あ、お金払って、よしよしよし、じゃあ、あー何も持ってないわみたいな
やば、店員さんに呼び止められ20回以上ある、マジでそうそうそう、お金だけ払っちゃうっていう、うん、なんか何の募金だよみたいなね確かにそう、そういうことが結構あります。へえ、面白い珍しいね、そういう人ね。え、ほんといないかもしれない、多分すぐ物忘れ激しいからさ、うん、記憶力がね、何並み、え、ホケコッコニワトリ並みです、はい、僕のふみちゃん万引きしようと思ったことある？ない。絶対ダメだからね、うん、やんばいからね、うん、とんでもないことになるからね、うん、ジュース1本から、うん、ジュース1本でもとんでもないことになるからね。5円チョコでもやばい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 、ほんと5円チョコって5円なの？5円です。円だよ、昔ね、昔さ、50円チョコもあったんだよ。高っ。あのね、5円チョコってこんなちっちゃいやつじゃん。そうそうそう、ちっちゃいやつね。今もあるかな、50円チョコっていうこれぐらいの大きなでっかチョコがあったの、50円の。へー、10倍、約10倍。そこに当たり券が入っていたの、金券が。おー、金券が。それ、ね、いくらだったかな忘れちゃったな、50円、100円、200円とかであったのかな。それが1000円分になれば送ると、あの1000円くれるみたいな。うん、え、これ2個買えるラッキーだったらただでずっと食えるんじゃないと思って、1000円分ぐらいは累計買ったんだけど、うん、結局100円ぐらいしか当たってないっていう、そういう苦い思い出もあります。宝くじみたいなね。そう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 。はぁ、でもチョコ美味しかったの？美味しかった、5円チョコと一緒。いいな、5円チョコの大きいバージョン。そうそうそう。ひめちゃん、おくん、今日の動画さ、何だと思った？全く分からなかったでしょ。なんかパパが何にもね、言ってなかったので、なんか急に動画撮るよしかね、言ってなかったか、何撮るのかなと、はい、こういうことでした。パパ悪い子でした。やっちゃいました。え、もしかしてパパってちっちゃい頃さ、うん、坊主？坊主ではないね。野球少年。野球少年ではない。坊主でもない。パパ野球少年のイメージ全然ない。はい、なんか坊主で鼻水垂れてるイメージだった。いや、そんなことない、そんなことないよ。いや、坊主は野球少年でしょ。またね、パパのちっちゃい頃の写真あのお見せしようか。ひめちゃん、僕見たことないもんね。まあ、見る？え、私何十年も生きてきて、え、どこにあんの？一回見たことない。何十年、十何年じゃん。どこにあんの？え、パパの実家、行く？実家？うん、またね、機会があったらね、見せるね。やった、ほっぺプリンじゃん。だって、オウくんがほっぺプリン受け継いでるから。絶対パパはちっちゃい頃ほっぺプリンだよ。今も結構気持ちいいけど。本当は結構プリプリかもしんない。コトク、パパやっちゃったっていうお話でした。何やってんの、そんなことがあったんだ、全然知らなかった。けど分かんないよね、4歳でさ。うん、あ、しかも今考えるとよく4歳で買い物行ったなと思うわ。確かに4歳からもう一人でお使い、うん、お使いっていうか、生き慣れてた、パパのばあちゃんと、うん、おばあちゃんと一緒によく買い物連れてってもらって、お菓子買ってもらってたから、うん、うん、ああ、だからいきなりついた、そうそうそう、そうだから、そのお店のおばあちゃんも、うん、あ、どこどこの子だっていうの分かってるから、うん、パパのこと、うん、うん、それだったらね、そうそう、どこどこのあの家の子だっていうことも全部分かってるから、うん、全く知らない場所で一回見たことない場所だったら、やばいやばい、それは無理、うん、なんか足し算とか引き算習ってるか習ってないか、習ってないけどできてたの、なぜか知らないけど、なんでやまあ、またそれもね、またお話しします。へえ、知らなかったこの話ね。パパの親も知らないと思う。誰も知らないと思う。マジで俺らだけ知っちゃった、うん、いやー、だけどさ、この動画さ、 だから言えなかったんだって、ずっと家でも言えないし、お店のおばあちゃんにも言えないし。何やって、じゃあ警察呼ばれたら、やばいね、バイバイ、やばかったね。どうも、申し訳ございませんでした。ね、この動画さ、うん、パパのお母さん、うん、見てるんじゃん。うん、そうだね。これ何やっとんじゃんって。毎日動画見てくれてるじゃん。うん、見てるよって言ってもね。これ知ってるじゃん、じゃあ。はぁー、バレた、バレた。犯人です、犯人です。皆さんもね、万引きね、気をつけてください。絶対やらないようにしてください。それからもちろんやったことないよ。うん、駄菓子食わせ、マジでやってないよ、何にも。うん、それさ、うん、30円握りしめて駄菓子屋に行って、うん、野球ボール、野球チップス、あ、そう、野球チップス、ボールじゃない、ボールじゃないよ。野球少年じゃないっつうの。野球チップス、はい、を家に持って帰ったじゃん、うん、
で、その30円って渡してないから余ってるわけじゃん、うん、その30円ってどうなったの？そのあとに、あの買い物しちゃった、それで申し訳ございませんでしたガシャーン。その30円で次の野球チップス買ってしまう、申し訳ございませんでしたそういうことです面白い面白いって、パパ犯罪犯しちゃったからね、4歳で何やってんの知らなかったから、マジでちっちゃかったから、もうおばあちゃんに手渡し、あの時おばあちゃん謎だったんだよね、累計20分以上お店にいなかったってことだからね。何してたんだろう、謎、出てたのかな、わかんない、井戸端会議、近所で何なんだろう。あ、わかった、そう、いなかった時はもうおばあちゃん第1号あの亡くなっちゃったなんて、で、終日後行ったんでしょおばあちゃん第2号生まれてて、いやいや、同じだったから、ロボット、おばあちゃんロボット、もしかしてパパモニタリングされてた、ああ、うん、あ、第2号のおばあちゃ ん, ちゃんプインプインプインイあの子どうするだろうなって、いや、さすがに20分ぐらい放置されたらシャレにならないでしょ、うん、半泣きだったんでしょ、半泣きだった、誰もいないし、もう呼んでも大きな声で100回以上こんにちはって言ったからね。他にお客さんいなかったの？いない、え、ずっと、へえ、やっべー、もう時間が止まったような感じなんで、その間、うん、20分間、うん、あれは地獄の20分間でした、マジで、いやん、あれは嫌だったな、トラウマ、トラウマ、ああ、いないし、じゃ今でもそういうこと起こったらトラウマが蘇る、ああ、蘇るかもねさすがにおばあちゃん見てないよね、パパのこと、そらないよねでもおばあちゃん忍者の家系で、もしかしたら見てるかもよ、うん、黒い位置って、いや、そらないよ、もうやめてもうおばあちゃん、あ、天井から覗いてるのが忍者あるよはい、今回はね、非常にね、珍しい動画にね、うん、なってしまいましたが、ご視聴ありがとうございました、ありがとうございました、あとね、サムネでとね、タイトルでね、びっくりされた方、こちらの方も申し訳ございませんでした、釣りでもなんでもないです、本当にね、パパやっちゃいました、大丈夫、皆さんもね、気をつけてください、気をつけてください、そんだけ絶対ダメよ、絶対ダメだからね、ということで今回はこの辺りで終わります、はい、まったねー、え、なんかゴンってせーの、まったねー、こんな感じながらおい、まったねー、バイ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 、大丈夫動画も